どうも西田渡です、本日なんですけれども、こちらのレンズですね、ジャンとキヤノンの RF85mmF1.2LUSM っていうところで IS すら入っていないんですが、このデカさっていうレンズでございます。もうガラスの塊っていうところで、まあ今日の表題にありました一番やばいレンズっていうところでね、一言で言いますと、まあこれしかないレンズっていうところで結論付けられるかなと思っております。じゃあこのRF85mm ですよね、このレンズなんでこれしかないのっていうところを皆様にね解説していこうかなと思っております。で、他社を見渡してもね、まだこの 85mmF1.2 っていうレンズが出ていないわけですよね。ソニーは1.4 の G マスターかな。で、ニコンも今見ましたところ、Z85mmF1.8 っていうところで、もう一個上のね、まあ 1.4、1.2 っていうところで出てきていないわけですよ。で、キヤノンはもういの一番にほぼ最初の段階で出しておりまして、もう EOS R の時にね、すでに僕は池田ショコラで作例を撮って、EOS R の時に見ていただいたんですが、まあ、度肝を抜かされました。パープルフリンジとか、そういったフリンジとかもね、1.2 の開放で逆光で撮ったとしても一切出ていないっていうところで、ここまで来たのかと。それまでは EF の 85mmF1.2 の、L2 かなを使っていたものですから、EF の L2 ですね。そっちのレンズを使っていた関係もあって、実際に EF の 85mmF1.2 の2型っていうのはですね、まあ実際に F4 あたりから絞り込んでやっと使えるレンズっていうイメージでした。仕事の時でも、まあ、F2 とか 2.5 ぐらい撮ってしまうと周辺とかあのボケ のが甘くてですね、雰囲気ものしか撮れないというイメージだったんですが、こっちの 85mm になりますと本当にね、開放の 1.2 から成立してしまうっていうところでね、強烈なレンズですよね。もう見ていただければ分かりますよね。もう度級のレンズといいますか、まあそうだな、 EF の100-400 のレンズ、長さは違いますけども、太さ見ていただいただけでももう尋常じゃないあの筐体の違いっていうのがお分かりですよね。なので、まあ、僕自身もね、あのここ あの 50mmRF50mm の F1.2LUSM っていうのは、まあ、もちろん素晴らしいレンズなんですけれども、とはいえやっぱり単玉で 1.2 であえてキヤノンで所有する価値のあるレンズっていうのは、僕は正直ここかなと思っているんですよね。まずなぜかと言いますと、 50mm ここに、RF50mmF1.2 がございます。ですが究極のところでね、業務で大体使います。この辺はもうさすがに業務使いってなりますと、正直なんですけれども、ここに集約されてきてしまうんですよね。要は28-70で、キヤノンのズームレンズっていうのがですね、大にしてなんですけれども、どっちかというとこの 28-70 もどっちかというと後半より、35以降、40、50以降から性能を発揮する 70mm あたりの描写とかがね、よく映るように作られている感じなんですよね。となると 50mm の域でこの 28-70F2 と 50mm、 もちろん大きさ重さは違いますが、業務ってなると大きさ重さ関係ないんですよね。もうとにかくその被写体を徹底的によく撮るっていう、そういうところを考えて、フォーカスの速度とか、描写っていうところを鑑みても、僕だったら50の単使うんだったら正直今ね 28-70F2 こっちでいいかなっていうふうに思ったりしてるんですよ。でさらに 50mm っていうのはある意味修羅の世界でして、 50mm になってくるとですね、僕の場合はここなんですよ。RF の 50mmVS、ライカのアポズミクロン M50mm っていうね、もちろん F1.2 と F2 の違いはありますけれども、じゃあ仮にこれを F4、F5.6 で同時に、同じ条件で R5 につけた、M11 につけて撮影したっていう風に同条件で撮った時には、ほぼほぼ遜色のないレベルで映る強烈な描写性能、俗に100万円レンズですよね、があるっていうところで、ここバッティングしちゃうんですよね。ですが何度も言います通り、片や 85mm っていうね、俗に言うポートレイトをきっちりと、肖像写真をきっちりと安定した画角で撮るレンズ、画角の 85mm になりますと、もちろんですがアポズミクロン75mm、 そして 90mm っていうのはライカはあります。ですがライカっていうのはですね、 M 型ライカになりますと焦点距離が伸びていけばいくほど、今度はねピント合わせが悪くなってくると。まあもちろんSL2 とかをね使って、また別のね SL の、アポズミクロンとかをね 90mm とかつけると、またちょっとねタメを張るとかっていうことは起こり得るかもしれませんが、まあそこは一回置いといて、ニコンソニーと比べても、まずキヤノンしかまずミラーレスでこの強烈な描写性能、 F1.2 から開放から使えるレンズを持っているのはキヤノンしかない。
さらにキヤノンの中でもこちらですよね、先日おすすめした紙レンズであります、こちら RF の 70-200F2.8LISUSM か、これ紙レンズなんですよね。でじゃあここ70-200とこの 85mm これも被るじゃないと、被るんですよ。なんですが、本当にねその現場がわからないとか、レンズをあんまりね付け替えてる時間がないだろうなっていう時には、もちろん最近の僕はこの2本でほぼ終えるかなっていう感じです。 2870F2 と70-200の F2.8LUSM で LISUSM で終える感じなんですけれども、これもまたねちょっと特徴がありまして、じゃあ本当の70から 200mm のレンジのところで一番おいしいっていうか、本当にこのレンズ本当に描写力いいなっていうところが僕の中でなんですけれども、どっちかというと 100mm 以降135から200mm ぐらいのレンジが一番写りがいい風に作られてるレンズっていう風に伝わってくるんですよね。あの 70mm 側ももちろん悪くはないんですが、 70mm 側だったらどっちかというとこっち 2870F2 の方が描写上かなっていうのがありまして、そういう風な中で70から 100mm の間に入っているここのタンダムですよ、ここと比べてしまうと差がね圧倒的に、先ほど言った 2870F2 と 50mm との差よりかはね、こっちの 70-200F2.8 のズームと第三元ズームと85、まあもちろん筐体も違いますけどもね、ここと比べるとやっぱりこっちの方が圧倒的に解像感浮き上がってくる感じとかね、本当にもうカミソリみたいな、本当に日本刀のめちゃくちゃ切れる日本刀ってもちろん体感したことないですけど、イメージはスパーンって切れるような感じのねカットがいけるかなと。まあ作例結構見せたかったんですけど、ちょっと探してたらほとんど業務でしか使ってないんで肖像権問題出るなと思って、ごめんなさい、すいませんでした。ただ自分のプライベートでね、当たり前ですがこれを R5 につけてぶら下げながらスナップを撮るレンズではないんですよね。なので相当限られます。本当に自分が好きなスポットや 85mm で撮れるスポットや人物ですよね、業務用途とか本当にクオリティ高く失敗が許されないと言いますか、最上級を目指すっていう時の、まずしかもベンチマークと言いますかね、やはりいつも僕言うんですけれども、まあ、高いレンズだったりはするんですが、まず最高峰のものっていうのを一回描写を知っておくことによって、じゃあこれの 85mmF1.2LUSM とじゃあ例えば、シルバーハチマキのね RF の 85mmF2 のマクロの方ですよね、あれとの描写の違いはどうなんだっていうところも分かるわけですよ。まあ、僕とか一度ね、RF85mmF2 のマクロとかも借りてキヤノンさんに借りて撮影したんですけど、なるほどと。例えばですがこれとかだともうとにかくレンズプロファイルなんか当てなくても俗に言うまっすぐなものがピシッとまっすぐですよ。もうローデータの段階でね、レンズプロファイルいらないこれの場合は。ですが RF の 85mm の F2 マクロになりますと、やはりなんですがまっすぐなものの、ね、周辺だけちょこっとだけ曲がったりしてるわけですよね。こういったところの違い、要はレンズの歪曲修正だったり、先ほど言いました逆光の時とかのね色の修正だったりとか、フリンジですよね、そういったものが一切出ないっていうところ、もう本当に妥協を許していないレンズっていうところの写りを体感しておく。その上で逆にと自分の中で、あこのぐらいとかこのサイズでこの値段だったらこれぐらいいけるなとか、そういった妥協点が見つかる。まあ僕の場合どっちかというと値段よりかはこのサイズよりもいかに小さくなってそこまでの写りがするか、このレンズの写りに近くなっていくのかっていうベンチマークっていうしてのね、このレンズの、スペックとかモンスター性能を知っておくと、それも重要だったりするので、僕の中ではね外せないレンズといいますか、あと撮影を特に仕事とかで人物撮影をしていて、スタジオでね、まあこの辺で2870で撮影してましたと。そして徐々にですが相手先方もモデル様で乗ってきたりした中で、あここでいけそうだと、こうだいぶパーンとこうつながってきたなと思った時に、ここで勝負かけるぞって言った時の人物撮影においてはね、ポートレート撮影においてはこの勝負レンズとしてね、もう動けない、ズームが使えないし自分で寄ったり引いたりしなきゃいけないっていう中で、本当に、ね、勝負かけるぞっていう時の一本としてね、まあある意味、まあ、精神的なマインドセットみたいなのも結構ビシッとね締まるレンズっていうか、もうこれが一番最強の最上級の写りだから、このレンズで勝負かけるときはもうやはり失敗が許されないっていうかね、もうここで勝負をかけるんだっていうところの気持ちにもなれるレンズっていうところで、ぜひとも皆さんね、レンタルとかリースとかでもいいので、この描写をまず知っておく、人物でもいいし、まあ、風景とかでもいいですけれども、これで R5 とか R6 とかで撮った、 R3 でもいいですけれども、撮った描写を知っておいて、その上で例えば、まあ、2870F2 だったりとか、例えば 70-200 の F2.8、F4 とかをの
まあ、85ミリレンジじゃなくてもいいですけども、その描写を見た時に、まあ、そんな遜色ないよねとか、ほぼこれと同じ描写だからやっぱこのレンズすごいよねとか、あ、やっぱり 85mm F1.2 はすごいなとか、そういった一つの最上級の描写を知るための、キヤノンの最上級描写を知るためのベンチマークレンズとしては、一度ぜひとも皆様にね、買いなさいとは言いませんが、体感してくださいっていう感じのレンズかなと思っております。なので僕の中でも何度も申し上げます通り、キヤノンの中でやはりこれ1本はやはり軸になるレンズ、さっき言った 28-70F2 があって、70-200 の F2.8 とは被るけど、開放描写が必要というよりかは、これでバチンと撮ることによって一発本当にぶちかますみたいな時のマインドセットが引き締まるようなね、本当にレンズになるというところで、皆様にもお勧めしたいかなと思ってます。これで撮れなきゃもう無理でしょうぐらいの覚悟を持って撮るようなポートレートレンズだったり、まあ風景とかもいいとは思うんですけれどもね、僕の中ではまあ業務用、特にあの人物を生業として来ているフォトグラファーですから、そういった意味では 85mm っていうのはやはり避けて通れない、特に1名2名とかの撮影をするときに、約 5m から、5m ぐらい引いてバストアップ、膝上のカットを撮るみたいなときには、やはりこの初めましての方とかと撮影するっていう風になると、ある程度の距離感は必要ですよね。いきなりバッと近づいて 35mm とか 28mm の世界でグイッと寄ってバストアップなんてことは、やはりねちょっと違和感を与えますから、そういった意味でまずはいい距離感、そして時間のない中でも絶妙な距離感で相手を確実にシャープにその肖像画を撮ってしまうっていう意味ではね、 85mm っていうのが僕の中では、特に商業ベースとか、あとはやはりこうどんどんねクオリティ高くぶどまりを上げてポートレートなどを撮る方にはね、ここはマスターレンズになるのではないかっていうと同時に、 85mm っていうレンズ自体をね、この画角自体を極めてみることによって、ポートレート撮影、肖像写真においてもね、一つの軸になると思いますので、ぜひとも最上級の描写を体感するという意味ではね、まあ、ここしかないのかなっていうふうに思っております。参考になれば幸いです。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渉でした。